日本メガネベストドレッサー賞文化会部門の受賞者は、六代目片岡愛之助を襲名以来、本業の歌舞伎以外にもドラマ、演劇などで活躍されているこの方。2年前に放送されたドラマ半沢直樹で演じた金融庁の黒崎俊一役では圧倒的な存在感を放たれました。また最近ブログにアップされるプライベートのメガネ姿は大変話題になっています。様々に変化するこの方の表情をメガネがより一層輝かせていると多数の支持を集めての受賞となりました。As well as having a great presence in Kabuki and theater, his role in popular TV dramas and blog photos of him wearing eyewear have also been hugely popular among his fans. 発表いたします。歌舞伎俳優の片岡愛之助さんです。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。表彰状第28回日本メガネベストドレッサー賞文化会部門片岡愛之助殿以下道具につき省略します。おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーが贈られます。おめでとうございます。片岡さんには次の素晴らしい副賞の数々が贈られます。まずはじめに三高工学様よりドゥアン。Receiving from 三高工学ドゥアン。杉本圭介。それでは片岡さん、今のお気持ちをお願いいたします。片岡愛之助です。皆さん本日はありがとうございます。そして、このメガネベストドレッサー賞をいただきまして、ありがとうございます。私、今回伺ったんですけども、歌舞伎役者からは初めてということで非常に驚きました。やはり先輩方にはたくさんメガネかけていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、初めてということで非常に嬉しいございます。そして私は昔はそうですね、メガネ目はそんなに悪くなかったんですけど、やはりこう舞台の上に立たせていただきますとライトが非常にこう強く当たるので、そしてあまり、正面立っているとき舞台の上では瞬きをしない方が良いと言われておりまして、自然に目が悪くなってしまいましてですね、かけることが多くなってまいりまして、今回、そんなに僕実は、テレビに出るとき、もちろん舞台、歌舞伎の中ではあまりメガネとはかけませんけども、メガネはかけないんですけど、テレビに出るときそんなにかけてなかったんですね。でプライベートではよくかけておりまして、どこで僕のメガネ姿を、ご覧になられたんだろうと思いましたら、ブログで、しょっちゅう上げているときにメガネをかけておって、そこで見ていただいたということで非常に、嬉しく思っております。そして今回本当にこんなたくさんの、メガネ屋さん、メガネお店があるんだなと回らせていただいて非常に思いましてですね、そこへこう一軒一軒回らせていただいたら、びっくりするぐらい、お好きなメガネありますか。僕はやはりメガネって好きです。いろいろ拝見させていただいて、これいいですねって言ったら、じゃあぜひお持ち帰りくださいと言われまして、たくさんメガネいただきました。ですから、明日からは、歌舞伎はだいたい25日26日、ございます。毎日メガネを変えてですね、洋服と一緒に、おしゃれを楽しみたいと思います。本日はどうもありがとうございました。おめでとうございました。Congratulations.